んにちは、エミリーこと松並です。さあ本日なんですけれども、皆さんお久しぶりですね。お久しぶりですね。お久しぶりでもないか。こんにちは。2023年明けましておめでとうございます。イエーイ、ふー、明けおめことよろ、ハッピーニューイヤー、おめでとうございます。はい、すいません、もう2月ですよねっていう話なんですけれども、今日はエミリーチャンネル初めての企画です。福袋大開封企画、イエーイ。すいません、時期が遅れてしまったことは、まず本当に申し訳ないなと思っております。大変申し訳ございません。はい、で私今まであんまり福袋っていうものを買ってこなかった人生なんですよ。というのも正直福袋にあまりいい思い出がなくてですね、私初めて福袋買ったのが小学校の時かな。なんか近所の文房具屋さんでピーバックみたいなのがあるじゃないですか。なんかお店が独自でやってる福袋みたいなのを買った時に、なんか正直1000円出して小学生からしたら大金のお札をはたいたにもかかわらず、なんかあまりいいものとか欲しいものが入ってなくて、正直福袋って売れ残りの詰め合わせなんだみたいな、そういうイメージがついちゃって、それ以来なんか本当に欲しいものの時しか福袋買わないっていうタイプの人間だったんですけれども、昨今福袋が熱いと、いろんな企業が売れ残りとかじゃなくて福袋用としてお得な福袋をたくさん販売していて、でしかも抽選とかでしか買えないとか、倍率すごい福袋みたいなのもたくさんあるという噂をね聞いていて、じゃあ今回エミリンチャンネルはもう全部本当に抽選とかちゃんと申し込んで人気福袋を買えるだけ買ってみようと思って、2023年初めて福袋をたくさん買ってみたんですよ。ただほとんどのやつが予約販売とか予約抽選販売とか、10月11月ぐらいから予約しないと買えなかったりとか、11月ぐらいから抽選で当たった人にだけ1月に届くとか、そういうもう難しいの、昨今の福袋すごく難しくて、なんかそういう系が多かったので難しかったです。すっごい難しかったです。はい、いろいろあったんですけれども、ちょっと開封していこうと思います。私はもう本当正直に言うので、これお得だなとか、これは正直お得じゃないかもとか、多分いろいろあると思うので一緒に見ていって、でこういう企業系の福袋って毎年毎年出しているので、2023年の福袋はもう買えないんですけれども、来年2024年にここの福袋ってこんな感じなんだっていうのを皆さん思ってもらって、来年の参考にしてもらえればと思います。いや今回ね、本当にこんだけ用意したんですけれども、正直抽選で当たらなくて買えなかったものとか、マックとかね、でスタバが先に一つ謝らなくちゃいけないことがあるんですけれども、スタバの福袋が当たったんですよ。なんかスタバの福袋すっごい人気でマジで倍率高いらしくって、友達にも一緒に申し込んでくれないって頼んだりとかして、スタバの福袋が当たったんですけれども、これ本当に事件が起きまして、行方不明なのスタバの袋ごと。怖くない？本当にね、マジで家中どこ探してもスタバの福袋がなくて、マジで自分の中でどう考えてもここに置いてたっていう場所にスタバの福袋がないの。だから多分だけど、スタバの福袋ピンポイントで狙った泥棒が入ってるんじゃないかなと思って、本当にそう思うぐらいスタバの福袋だけがこの家中どこを探しても行方不明っていう謎の現象が起こっていて、スタバの福袋せっかく当たったんですけれども動画で紹介できないっていう、本当に自分で理解ができないハプニングが今起こっているっていうことだけ先にお伝えしておきます。正直この福袋開封動画が遅くなった理由がそれなんですよ。探せどスタバの福袋が出てこなくて、あれ？ここに置いといたのに、あれ？あれ？あれ？と思って、どこだって家中探すのに結構時間がかかって、せっかくさ隣の倍率のスタバの福袋が当たったんだったらさ、この福袋企画の中でぜひ紹介させていただきたいと思ってたのに、スタバの福袋ちゃんだけ不在です。申し訳ございません。ピエン TT TWICE。はい、というわけで開けていきましょう。じゃあなんか上のやつからいこうか。これはね、私もうシナモン好きだから買いました。モスバーガーの福袋です。初めてモスバーガーの福袋、これ値段が3500円です。これもね予約制の商品でした。まずね袋がマジで可愛い。こっちもシナモンたちがみんなでモスバーガー食べてるデザインの袋となっております。可愛い。開けてみます。はい、あ、シンプル。とりあえずね、もう2つだ入ってるのは。1個がお食事補助券500円×7枚、もう7535で、これだけで元取れてるんだ。へえ、すげえ。で気になるこのシナモンのやつが、え、かわいいんだが、かわいい、ちょっと待って、かわいい、いっぱい入ってる。まずはシナモンとモースバーガーのコラボのポケットミラー、かわいい、シナモンのミラーと、え、かわいいんだが、シナモンのふわふわヘアバンド、これはかわいいのでは。サクサクいかないとさ、こんだけ量があるからさ全然進まないじゃんってみんな思うと思うんだけど、これだけはとりあえずつけさせてほしい。え、かわいい、かわいいよ、これかわいいね、この耳のところね。とシナモンのミニポーチ、かわいい。
ミニポーチと、あとシナモンのふんわりブランケット。車乗ってドライブするときに膝掛けとかにも使えそうな感じのやつですね。あ、お得だわ、これは。これの時点でね、元が取れてるっていうのがいいよね。はい、モスバーガーでした。え、楽しい、待って。福袋開封楽しいかも。私なんで今まで福袋にノータッチで生きてきたんだろう。面白い。てかマジ、スタバの福袋本当にどこに行ったんだろう。次行きます。え、こちらですね。これ有名ですよね。なんか、ディーン&デルーカの福袋です。結構パンパンに詰まってる。え、ディーン&デルーカの福袋が5400円。何が入ってるんでしょうか？見てみます。あ、すごっ！こんな感じで、めっちゃ入ってる。楽しみなんだが。あ、え、いいね。まず、これめっちゃ良くない？フリーズドフライの中華がゆ、和がゆ、おかゆなんだ。韓国がゆ、ベトナムがゆ、4種類のおかゆが入ってます。手前に、お味噌汁だ、ね、お味噌汁大好き、私。青さのり、カニと卵ほうれん草、え、美味しそう。で、アサリと長ネギ。これだけでもテンション上がるわ。で、パスタソースだ。パスタソース2個入ってます。こっちがトリュフ&チキンクリーム。美味しそう。ビーフラグー。美味しそう。このご飯の福袋いいね。と、これが、鯛めし。うわ、絶対美味しいよ。鯛めし2号用。炊き込みご飯の素です。え、絶対炊く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 。これは何？これは何？これは何？トリュフ塩！私がトリュフ大好きなこと知ってるの？このパスタとい、え、だから、このトリュフ&チキンクリームのパスタで最後、ちょっとだけ味濃くしたいなっていう時にこのトリュフ味をかけたら最強じゃね？うわ、テンション上がってきた。で、あと最後一つ。なんかでっかいやつ。これも厳重に包まれてます。あ、パスタだ！なるほどね！パスタを茹でて、パスタソースをかけ、トリュフ塩を少しかけてお食べくださいだ、これは多分。で、この鯛めしとお味噌汁を飲む日があってもいいですよってことだ。あ、すごい！ありがてぇ。しかもパスタもなんかすごいね、本格的な美味しそうなパスタだね。美味しそう。楽しい、どうしよう。福袋開封が思った以上に楽しくて今テンション上がってる私。ただなんかゴミがめちゃくちゃ増える。はい、次行きます。サボンの福袋です。サボンの福袋。なんかもうね、パッケージからして素敵。嬉しいね。これなんかギフトとかでもらっても嬉しいね。開けてみます。申し込んだだけで前情報をあえて見ないように気をつけてたので、初めて見ます。どんなやつなんだろう。うわー、素敵。福袋ってよりなんかもう、ただのギフトボックスですごいテンションが上がるんだが。まず値段から言いますね。11,000円です。まあサボンだからそれぐらいするよね。サボンさ、このさ、ギフトボックス買おうと思ったらさ、1万円で買えない気がするからきっとお得なんだろうな。1個目が、フェイスポリッシャー、スクラブ入り洗顔料。あ、これ有名なやつですよ。スクラブするともう肌全然トゥルトゥルになっちゃうからね。サボンのやついい匂いだし、本当に。で、これが、ボカニタルウォーター、ミスト状化粧水ですって。へぇー。洗顔後の生活の肌、またはメイクの上から。メイクの上からも使えるんだ。いいですね。へぇー。あ、めっちゃいい匂いする。これ何？ラベンダー？ラベンダーの匂いしますわ。はい、次いきます。これが、トリッドシャンプー、グリーンローズ。シャンプーで化粧石鹸って書いてるから、シャンプーにも使えるし、髪と本品を濡らし、直接または手で泡立てて、髪全体と頭皮をマッサージしながら洗い上げます。へぇー。だから固形石鹸みたいな感じのシャンプーなのかしら。あ、もう直で入ってる。箱開けたら直でほら、こういう感じで石鹸が入ってます。初めて使う。これはなんか逆に興味深いから使ってみます。で、もうこれは私大好きなやつです、きっと。こちら。ボディースクラブ。これはもうサボンといえばですよね。サボン先生といえば、ローズティーのボディースクラブです。普通に使うの楽しみだわ。てか日常的にも結構私サボンさんが強く使ってるので、まあ、ギフトにもよし、日常使いにもよしみたいな感じで。まぁ、ちょっとね、サボンさんだからお値段は多少高いけど、これは買う価値ありかなっていう感じです。ハッピー。イェイ。はい、次行きます。どれ行こうかな。コメダコーヒー行きますか。コメダコーヒーです。コメダコーヒーにそもそも福袋があるっていうことは私知らなかったので、初めてのあれです。すごい、ぎっちり入ってます、コメダさんも。何が入ってるのかしら。見てみますね。とりあえずまずは、ドリップコーヒーがたくさん入ってる。これはありがたい。しかもなんか赤と白のなんか縁起の良さそうなドリップコーヒーちゃんがまずはたくさん入ってますね。5個入ってます。ありがてー。と、何これ、サステナブルなココア。ちょっと待って。コメダコーヒーの値段見ていい、ね、値段を見て、これコスパ的にどうかっていう判断をちゃんとしたい。ね、コメダコーヒーが7500円。まあ、ちょっとお高めですね。と、あずきこまち、ミルク砂糖入り、コーヒーミックス。何これ、これミルクと砂糖が入ってるお豆なのかな、気になる。あとは、なんか袋に入ってる。これ何？これだけなんか巾着袋に入ってて、厳重に見えないようになってるんですけど。これ何これ？何これ？ボディーソープ？え、コメダの？ミートツリー×コメダコーヒーって書いてある。へえ、面白い。これはなんか嬉しいね。レア感ある。物は以上なんですけれども、ポッケのところに紙が入ってて。なるほど！面白い！こういう感じでご飯の引き換え券が入ってます。結構いっぱい。で、しかも、捨てないでねって書いてる。なんか宝くじ付きって書いてる。
多分ここの番号でさ、なんか宝くじの何かがわかるんじゃないでしょうか。へえ、すごー。いいね、これ。サンドイッチ引き換え券、米チキ引き換え券、ミニシロノワール引き換え券。え、こんなんもう最高やん。いいね。なんか、米田さんのやつは、コーヒーとかはさ、予想がつくけど、ボディーソープがまさか出てくると思わなかったから、ちょっとびっくりした。しかもさ、結構トートバッグが、これもそのまま使えるから、いいですね。え、次行きます。無印良品です。無印良品さんの、これ、副館って言って、手作りの縁起物、47種類のうち1個入ってるらしいです。これがね、2023円でした。あ、2023年だからか。え、すごい。ほら、消費税込みで2023円分入ってます。見てみますね。あ、え、めっちゃ缶詰なんだが。あ、素敵ね。なんか、とりあえず紙を出すわ。なるほどね。はいはい、そういうことか。この副缶が2023円なんですけれども、無印良品のギフトカードが入ってて、この中にすでに2023円分はもう入ってるらしいです。だから、これもまたあれだ。この時点で元は取れてるよね、みたいなやつで、プラスアルファで縁起物が入ってるらしくて、これがランダムなんだって。こういう感じで今、多いな。あ、ごめんなさい、すいません。すごーい！こう、いろんな縁起物が47種類あって、このどんな縁起物が出るかわかりませんっていうあれです。あ、全県あるんだ。面白い！なるほど、47種類って多いなと思ったら、都道府県ごとに、その縁起物の置物があるんだ。すげえ面白い。じゃあ私は何県の何が当たったんでしょうか。見てみます。あ、かわいい！待って、めっちゃかわいい！うさぎちゃん。なんかお腹ポンポコリンのうさぎちゃん出てきた。かわいい。これは、あ、これだ。石川県金沢市のうさぎちゃんです。めっちゃかわいい。ありがとうございます。なるほどね。ギフトカードとか商品券で、とりあえず元は取れるシステムめっちゃいいね。次行きましょうか。これ行きましょう、じゃあ。これ。これは皆さん知ってるだろう。ジェラートピケの福袋です。これは本当に有名ですよね。ジェラピケが、これがね、13,200円の福袋となっております。これマジでね、本当に倍率高いらしいです。ジェラートピケの福袋は。だからめちゃくちゃ当たったのラッキーなんですけれども。よいしょ。中身はね、あえて見ないようにしてるので。これですよね。ありがたい！パジャマだ！わーもう絶対いいじゃん。まず、薄ピンクの靴下と、あの白いライト焚いてるから、色わかりにくいんですけど、薄いピンクです。靴下と、パーカーのついてるザ・ジェラピケのやつと、あと、長ズボン。私、半ズボンのジェラートピケ苦手だからさ、ここまでの、ザ、女の子が着てる可愛いやつみたいなジェラピケの冬用のやつ、寒くて履けないのでありがたい。もう一個入ってんだよな。これ何？え？かわいい！待って、すごいな！普通さ、ジェラピケってさ、上下でさ、12,000円ぐらいするじゃん。なのに、また別でもう一個パジャマが入ってる。え、しかもこれ超かわいい！うさぎ年だからか。これかわいい！うさぎさんの柄のパジャマ。これ春先に着れるやつだ、これから。かわいい！かわいいんだが！え、テンション上がった！さすがに1個だと思ってた。ジェラピケの福袋が人気の理由が分かったぞ。そうなんだ。だってジェラピケってマジでさ、私のイメージね、上で6000円、下で6000円みたいな。普通にパジャマワンセット揃えただけで12000円みたいなイメージだったんだけど、このジェラピケのやつ11,000円で、上下ついて、靴下ついて、さらにパジャマがもう1個ついてくる。しかもこの春先に着れる春用パジャマと冬用パジャマみたいな。めっちゃいいな、お得やな。すごい！可愛いし、テンション上がるし、干支にちなんで、うさぎのパジャマっていうのも魅力的。女子の心を揺さぶられる？うわーって、素敵やなってなる。ジェラピケってやっぱり女の子のテンション上がるように作られてるんだなって思った。はぁ、テンション上がっちゃった。あざっす。残すとこあと3つですね。で、次が、もうこれはもう分かると思います。水の福袋です。やったー！私最近ね、ついにポケモン始めたんですよ。バイオレットとスターレッドみたいなやつ始めたんです。だから、より嬉しい。今年はポケモンコラボでしたね。5900円。です。てか、まずこの箱かわいい。超かわいい、この箱。押せる。なんかもう、どの面もかわいい。この面もかわいいし。こっちもかわいい。で、こっちはね、スカーレットの宣伝されてます。もう、ニャオハがかわいいのよ、ニャオハ。はい、開けまーす。とりあえず、あ、え、すごっ！これめっちゃすごい。こちらが、全国共通で使える、ドーナツ引き換えカード。なんと、187円以下のドーナツ、50個、引き換え券です。すごくない？だってさ、待って、このさ、あれが5900円じゃん。で、187円以下のドーナツってことは187円はいけるわけでしょ？って思ったら、一番高いドーナツばっかり頼んだとして、187×50 だから、え、この時点でさ、マックス9350円分のドーナツ買えるわけよ。で、この福袋の値段が5900円。すでにもう、あれだわ。元取れてるどころか、ちょっと得しちゃう。ドーナツで換算すると。すごい！で、それにプラスで、ね、この中身今から紹介するいろいろ入ってるから。うっ、いっぱい入ってる。なんかいっぱい入ってる。え、てか可愛いポケモン。まずは、あ、可愛
スケジュール帳、2023年のスケジュール帳。私スケジュール帳つける文化正直なかったんですけれども、こんな可愛いスケジュール帳いただいちゃったら使わなくちゃいけないから、私スケジュール全部あのタイムツリーでアプリ管理にしてる側の人間なんですけれども、スケジュール今年つけようかしら。え、可愛い、え、可愛いんですけど、すいません、うるさくて。なんか中とかもすごい可愛くて、こんな感じで、あ、中も可愛くて、なんか困っちゃう今。え、可愛いんだが、なんかもう全部なんかちゃんとポケモンです。こういう感じでポケモンの絵が描いてあります。ちゃんと可愛い、可愛い。これは可愛いんだが、テンション上がっちゃった。で、これがハンドタオル。へえ、可愛い、可愛いんだが、なんて可愛いハンドタオルなの。やどん、やどん、やどん、どんなタオル、やどん、可愛いし。プリンのこのニコニコの両目がこう潰れてるニコニコのプリンの笑顔、可愛すぎんか。と、トートバッグですね。え、トートも可愛いよ。いいじゃん。なんか本当に可愛いんだが。これにドーナツ50個詰めて帰れるね。可愛い。てか、ヤドンさ、どう、体の向き、どう、すごいね。と、あ、ブランケットだ。あ、ちょ、バスタオルだ。バスタオル新しいね。なんかさ、こういう時ってさ、冬のこういうのあるあるで、大体ブランケットっていう私の中の方程式があるんだけど、あえてのバスタオルで勝負をしてきたところがすごいいいですね。しかもこのバスタオル可愛い。可愛すぎる。待って、画面が幸せ。可愛すぎるんだが。と、あとクリアファイルと、あ、カレンダー、2023年のカレンダー。あら、可愛い。カレンダーいいですね。可愛いです。中もなんかこんな感じで。はい。ミスドいいな。50個はすごいね。だから、ミスド食べ放題企画できるね。私意外とミスド食べ放題企画やったことないんじゃないかな。あんまりなんかミスド動画って出したイメージないけど、今年はちょっとだから、モスバーガーとかミスドとかなんかコメダとかいろんな商品券系が手に入ったので、存分に使わせていただきます。ありがとうございます。で、これですね。アフタヌーンティー。アフタヌーンティーの福袋です。なんかね、雑貨系なんだよな。これいくらなんだったっけ？アフタヌーンティーが11,000円。だからこれもちょっと福袋の中ではお値段する方なんですけれども、アフタヌーンティーの福袋は箱で届きました。じゃあ開けてみますか。すごい色々入ってるよ。あ、かわいい。とりあえず、アフタヌーンティー福袋お買い上げいただきありがとうございますって、なんかトートが入ってて、トートにウサギちゃんがついてます。後ろ側にはウサギちゃんの後ろ姿が入ってて、とても可愛い。で、開けていきましょう。え、まずこちら。アフタヌーンティーのタオル。タオルが2枚。色も可愛い。使いやすそう。あざす。スプーンとフォークのセットとか、アロマウォーター3本セット。へぇー。アロマディフューザー用の。なるほどね。アロマが炊けるやつです。使用方法をよく読み、ご使用ください。はい。使用方法読ませていただきます。これもなんかまたなんか厳重に守られてるよ。何これ？ワイルドストロベリーって書いてる。うさぎちゃんのマグカップかなと思ったら、なんか上の絵がこんな感じになってて、土も入ってるから、なんか多分だけど、いちご育てれるんだ。すご！面白！ちょっとじゃあこれお家で頑張って育ててみます。次行きます。失礼します。あ、え、かわいい！あ、これは普通に使える！食器！かわいい食器！ボールみたいな。なんかちょっとしたスープとかも入れれるし、ミニラーメンみたいなね。ラーメン半分こして食べようよみたいな時とかにね、鶏お椀としても使えるし、ちょうどいい大きさのボールが2個入ってました。え、これいいよ。続きましてこちら。あ、素敵なお皿が入ってますわ。さっきのやつの同じ種類のお皿バージョンだ、これは多分。こんな感じで。素敵なお皿。まあ、こういうお皿は本当にいくつあってもいいですからね。ありがてえ。あ、え、なにこれ？電気ケトルみたいなの入ってるんだけど。これ電気ケトルじゃね？電気ケトルだ！え？こんな家電急に出てくんの？そんなパターンあるの？福袋で家電出てくるとかあるの？あー、家電出てきた！すげー！ちょっと待ってー。すごーい！しかもなんか、こう、なんか蓋ついてるタイプの電気ケトルが出てきて。私電気ケトルってさ、あんまりごめんね、あんまりよくわかってないんだけど、何するやつ？何を作るやつ？電気ケトルって。お湯沸かすやつ？あ、茹でたりとか煮物とかも調理できるんだって。へー。初めてだ。え、じゃあちょっとエミリンチャンネル29歳。人生初めての電気ケトルデビューをします。この福袋をきっかけに。なるほど。だからティファールの炊くバージョンみたいな感じ？わかんないけど。ティファールはお湯沸かすやつじゃん。これは何？何食材を沸かすみたいなこと？ちょっと後で電気ケトルの使い方調べます。え、すごい嬉しい。なんかその持ってない家電もらえるのって嬉しいね。まあでもあれだよね。なんか今回私はさ、この開封動画を撮るために、あえて中身とかを見ないようにして買ったりとか、ちょっと代わりにスタッフさんに買ってもらったりとかしたんだけど、その本来だったらさ、多分最近の福袋で全部見れるらしいから、中身を見てから買うか買わないか決めれるらしいから。で言うとめっちゃいいよね。あ、ちょうど電気ケトル欲しかったんだ、みたいな時にさ、福袋でさ、ね。あとこれ最後。あ、
分かった、なるほどね。これはあれだ、アロマのやつだ。違う、加湿器って書いてるわ、ごめん。すげえ、充電式コードレス加湿器。すげえ、どんどん家電出てくるんだけど。アフタヌーンティーさん、いいね。したことないけど、なんかおしゃれなんかお食器とかいろいろ出てくる。なるほど、わ、これいいじゃん。加湿器、寝室とかに置けるちっちゃいサイズの。あ、これは良きです、良きです。買わせてもらいます。へー、しかもなんか使いやすそうな、ね、かさばんないし、良さそうな加湿器です。ありがとうございます。はい、以上です。はい、ラストです。ラストが、スナイデルの福袋です。スナイデルはね、みんな知ってるであろう、素敵女子が着ているお洋服のブランドの福袋です。1万1000円です、こちらの福袋。失礼します。しゃ、あら、わかるわかる、スナイデルといえばこんな感じですよね。あ、わかった、じゃあこれは多分もうこれでコーディネートになってるんだ。素敵なシャツ、ワンピース、あ、かわいい、こういう感じで着れる。私今日ちょっと美女が終わってるからさ、これはかわいいでしょっていうのをなんかこの顔じゃ多分伝えきれないんだけど、これがシナモンの限界なんだけど、多分めっちゃかわいいです。これちゃんとした時にまだ着ますね。ちゃんとした時に着ますと、これは多分あれです、コートです。すげえ、1万1000円でさ、普通に下考えたらさ、コート1着で多分スナイデルだったら1万円はすると思うんだけど、思ったより短かった。私短いコート持ってないから、ちょっと正直なんかどういう風に着たらいいとかがちょっとあんまりまだ勉強不足で分かんないけど、さっきのシャツと合わせて着れそうな短アウターと、これはなんだ、スカートかな、スカートっぽいな、あ、スカートだ。あ、もうザ・スナイデルさんのスカートですみたいな感じの、女子が大好きなスカート、なんか色がスナイデルさんって感じだよね、もう。なんかこれは、はい、履かせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。これはなんだ、ベストが入ってる、ちっちゃいベスト。これはごめん、私わかんない、着方がわかんないかも。これの上に着るのかな。あ、これはニット、ぴったりめのニット、ピチッとしちゃいそうなニット。このピチッとしちゃいそうな上のニットの上にこのベストを着るのかしら。ちょっと着方がよくわからなかったので、スナイデルさんのお洋服に関しましては、ちょっと後ほどしっかりと勉強し、自分の美女がいい時に着てみようと思います。自分の美女がいい時なんてほとんどないんだけどね。なんか自分に対する自己評価が高いことなんてほとんどないからね、今日はみんな。はい、こんな感じで今年はね、人生初めての福袋を大量に買ってみたんですけれども、結論楽しかったです。すごいなんかね、面白かったです。いろいろと食べ物のやつとか、商品券入ってるやつとか、なんかドーナツ50個買えるやつとか、なんかいろいろあってすごい面白かったので、来年も買ってみたいなと今は思っております。そして本当にどうしてスタバの福袋は消えたのでしょうか。本当にわからないので、私のスタバの福袋どこかで見かけたよっていう方がもしいらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいなという所存です。あと、まあ本当に私のスマホがもうバキバキすぎるので、明日 au ショップに行ってスマホも買い替えたいと思っております。それでは2023年、皆様素敵な年にしてください。ハッピーニューイヤー、今年もよろしくね。